皆さんこんばんは、どうもピザ娘です。とうとうですねフェスガチャをね引いてくる、時期がやってまいりました。で今んとこね1C24,600個ですね。で優勝6,400個ぐらいで、無償替え18,000個ですね。なんでどんぐらい引こうかな、60ぐらいにね出てね、白翼が星4になって浜面1体引けたらもうね自分はそれでもね撤退していいかなとは思ってるんですけど、まあねそんな甘くはないと思います。はい。でこれね黒子ねガチャチケで、ゲットできましたね。で水に入っても髪は崩さない、乙女として当然の髪ですの。触ってみたんですけどね。私セレクトのこの水着でお姉様をボーイ。これ初めて見た。あら、もしかして私の水着で誤殺されていますの、はい、やっぱ黒子面白いですよね。乙女の柔肌に着やすく触れるだなんて、しょっ引かれる覚悟はできていますの。あまりベタベタしているとテレポートでぶっすりと行きますわよ。私セレクトのこの水着でお姉様をボーイ。はい、それではね引いていきましょう。いやー黒子すげえな。で今あの8連引いてますね。でまあ60連は、無償意思でねいけるんで、まず、そこを目安に回していこうと思います。今回引けるかな、前回ね最後終盤戻したんで、まあガチャ運的にはねまあなんだろうな、イーブンかちょっと悪めになってんのかな。それではね行きます。あーここ来ないか。いやー今回なーどうなるかな、あんま期待せんどこ。あー前かもない。こりゃまずいぞ。あーでもまあ金5枚ありますね。それではまあ開いていきましょう。はい、しょっぱなはカエルからスタートですね。マイカ、サテン3枚か。うん、それではね金いきます。引かれよー。ダメだ俺。ちょっと序盤スタート悪いな。よし、こういう時はごきげんよ。黒子触ってダメだったから何にしようかな。みことでいいや。どこ行ったのかしら。せめてママみたいにもっと迫力があれば。よし、迫力あるよ、行くよ。ダンス調整。ダメか。ちょっと星さんはね欲しいな毎回ぐらい。いやーマイカも来ないな。また序盤悪いなこれ流れ。うわー最低保証。クソ開幕からうんねえな、これやべえな。ライブ 2D 触ると運良くなるってあれは都市伝説だったんですね。元気？そういうこと？にしても暇なんですの？最近もやし率が上がってるかも。なインデックスさんに頑張ってもらおう。よし。来い。コズ。マジか。これなんか天井までフェス引けそうな気がしないな。いやー2連続これはマジでまずいぞ。うそー、ほんとこれフェスかよ。
いいよな。起きた。起きた先生。あなたの疑問通りですよ。アニエーゼ持ってないからまあよしとしよう。あら今フェスかと思ったけどちょっと違ったね。びっくりした。はい、まあこれはいい流れ、行こう。いやー、兄さん飛び出てこないな。ほら、まあ、30連でホッサン一体ですね。いやー、ここマイカが来ないのがすげー不安なんだけど。うっそー、4枚か。それで行きます。マジでアシストだらけや、しまじも。くそ。ダメだ。なんか言えって言われ、どうされましたの？どう、私の興味を引くも、元気？暇なんですの？にしても、暇よね。ちょっと誰か変えよう、ライブ 2D。 ここは男キャラ触ればいいんじゃないか？まあ、グループのツッチ。したぜよ。あんまり触るとハゲちまうぜ。宿題はちゃんと終わらせたかにゃ。うつさせてやってもいいぜ。鍛えてるからカチカチだろ。安らぎを男の胸に求めるのは酷ですぜ。いや、安らぎ、安らいだわ。よし。来い。お、来た。カチカチの胸が良かった。これや今回。ほら、困ったら男キャラのライブ 2D タッチすればいいの。いやー、今日初めてですねこれ。あー、ヒゲじゃないか。それで開けていきましょう。まあ光ってくれりゃな、多少助かるんだが。あー、ダメか。ここツッチタッチで誰が来るか。これでツッチ来たな、笑うな。それで行きます。燃える太陽のごとく。おー、クロコ、ここに誕生ですな。まあ赤かけらの節約にはなるんで、まあいいでしょう。はい、フェスコね。まあでもいい流れなんでね、悪くなるまでこのまま引いていきましょう。あ、待って、ダメか。ツッチやっぱ触んないとダメ。ほら、うん、あら、わー、おー、でもマイカ来た。いい傾向、いい傾向。うわー、結構金多いな。最初珍しいな、1番目とかに金くる。それでは開いていきましょう。なんかこの並び珍しいな。まあでもなんもないな。引かればまあ3以上確定ですね。あー、ダメか。ふぅ。で、まあこっからはまあ優勝石使って、あと20連ですね。うん、それでは引いていきましょうか。その前にまあ、まあツッチは奥の手だ。次の、次なるキャラ。いない、いない、いない。いや、いないけどもう代理でいいや。うちの部下にも声かけてってくれよ。うちのプリエステス様にご用事？ご用事？救われぬ者に救いの手を。その言葉を背負えるよう前に進むのみよ。俺はあくまで強行代理なのよな。
うちのプリエステス様にご用事？俺はあくまで教皇代理なのよな。よう、現うちの部下にも声かけて。俺はあくまで教救われぬ者に救いの手を。うちのプリエステス救われぬ者に救いの手を。その言葉を背負えるよう前に進むのみよ。あれ？なの用がない。俺はあくまで今日。ゲうちの部下にも声か。俺はあくまで今日。うちのプリエステ。俺はあくまで救われぬ者に。よう救われぬ者に救う。うちのプリエステ。俺はあくまで教皇代理なのよ。なの用ってなんかなかったっけ。救われぬ者に救いの手を。あれ？うちのプリエステ。うちの部下にも声。うちのプリエス。救われぬ者に救いの手を。あら出ない。その言葉を背負えるよう前に進むのみよ。あれ？信用かな。救われぬ者に救いの手を。これか。お前さん、もうすっかり我らの仲間なのよな。あら、世間に溶け込む我らの性質上、服や音楽の流行なんかもチェックしているのよ。のよ、よし。ここだ。思い出した。ブースできまーす。あー、ここ来ないか。あ、待ってよ、ソフィー君。いや、代理忘れてごめんって。ライブ 2D じゃないとダメかな。あら、わおー、やっぱ男キャラが優秀だな。しかも代理ヒゲ持ってきたよ、ヒゲ。ナイス。それでは開けていきます。いやあ、2だ。いやー、代理のカゴいいですね。まあなんか緑なんでね、バードウェイとか連れてきそうですけどね。どうなんだろう。できれば一通さん行ってほしいな、ここで。それではね、開けていきます。そうだな、来た。俺もずっと一緒にいたかった。来た、代理ナイス。やったぜ。おお、やった、いった、引いた。もう一回、もう一回行こう。代理、うちのプリエステス様にご用事でからのシークレットボイス D ぐらいとか。我らの空気にも慣れてきた頃か。そろそろ新人扱いはやめておくのよ。やめておくのよ。はい、それでは行きましょう。いや、行けんじゃねえ、この流れだったら。ここで浜面と一通さんね、抜いてくれたらもう代理のね、勝利ですね、これは。うん、ほら、うん、あら、わー。おー、さすがにここでは来ないか。なるほど。なるほど。お、来た。そうだね。おお、代理。俺も代理。やるやん、お前。やったー、これであとハマズラ一体ゲットすればもう撤退なんで、まあね、一天井で、まあ、自分のね、目標はね、これで終わりですね。はい。それでは、開けていきます。お、来た！え？嘘！この見境で。あー、ワーストか。びっくりした。ハマヅラかと思った。待って、代理、めっちゃ優秀やん。あー、びっくりした、びっくりした。どうしようかな。まあ切りもいいんで、あと2連ね、これ単発で引いて、まあ本当はね、この朝のねガチャで回したいんですけど、まあ天井行く前提で、まあここで単発ね2回引いときますか。もう一回代理にお参りしとこう。様にご用事。元気してるか。
CB ぐらいか。気づいていないだけで、お前さんの近くにも我らの仲間がいるかもしれないのよな。のよな。天草式たるもの、日常に潜むべし。要はどんな時も自然体でいろってことなのよな。ことなのよな。我らの空気にも慣れてきた頃か。そろそろ新人扱いはやめておくのよ。よし、これでいけるいけるいける。もうこれでハマズラね、単発でね、2体取れますよね、うん、多分。いやー、でもだいぶ気が楽になったな。もう白翼2体ゲットしたから、最悪ね、天井でね、ハマヅラ1体交換しとけばね、まあ問題ないんで、まあこの辺はね、調整ですね。はい、あといくらかな。80引いて、まあ90ぐらいいったんかな。あとな、60連分ぐらいか。まああと2万ぐらいあれば、まあ天井届くか。はい、ということで、ね、まあ90連までね、消化しました。まあその前にね、8連分ぐらいね、引いてたね。まあこれで82連ですね。はい、でここでね、ちょっと動画一旦止めて、下戸大使ね、ちょっと買ってきます。はい、それではね、石買ってきました。であとね、天井までは、60連ですね。で必要な石は、18000個に対して、まあ、2万個あるんで、まあ足りますね、これで。まあ余っても最悪ストーリーノーマルドロップね、3倍とかですぐ解けると思いますんで、まあそっちでもね、石おそらく買うと思います。はい、で今んところですね、ツッチー触ると黒子で、ダイリー触るとね、黒ね、白翼一通さんがね、2枚も来ました。はい、ということで、まあステイルクをね、用意してきましたね。はい、この子どうなんだろう。貴様は年がら年中ふぬけた顔をしているな。で今んところで言うと、ライブ 2D 触ると、限定キャラで、こっちのね、シークレットボイスですね、触ると、まあフェス限キャラが来たんで、こっち触ってきましょう。学園都市は喫煙者に厳しすぎじゃないか。これでは僕が魔女側のようじゃないか。え？さて、早速仕事の話をしよう。無駄話は後にしてくれると助かるな。わかった。ならお前、無駄話嫌いなら、お前さっさとさっさと引けよ。さっさとハマヅラ引けよ。ということでね、回していきます。いや、出ねえかな。いやー、ステール首かな。次誰がいるんだろうな。まああんま期待せんどこ。うおこりゃダメだ。それではね、いきます。ジンクスダメなのか。やっぱ自分が好きな男性キャラじゃないとダメなのか。わかりました、ステールは首です。はい。君を見ていると、お前はお呼びじゃなかったな。誰行くよ。なら海原くんかな。面白い展開になるといいのですが、多少は頑張らないといけませんね。たとえあなたの行く先がどんなところでも、自分はついていきますよ。直接でなくても、回りくどい方法でも、守る方法はあるはずですよね。いいね。自分の偽装を見破るとは、やれやれ、あなたには困ったものです。ついてきてほしいところがあるのですか。ええ、喜んで。野暮用が山積しておりまして、上の方々にも困ったものです。自分の正体ですか。知らない方がいいかもしれませんね。自分でよければお供します。
邪魔になるようでしたらすぐ行ってください。よし、邪魔にならないようにしろよ、なら。はい。いやーでも海原くんはね、好きな方なんで、やってくれると信じたい。ねえ、あのグループガチャの時もね、一人だけホッサンはぶられたしね、ここで仕事すれば実装するよ、本当に。要望出すよ。おお、いいね、いいね、いいね。まあ、金3つか、ステールよりは。うん。それでは行きます。おお、いいね。自分から出てくる。次、やろう率だけ。よし、わかった。もう一回信じるよ。ダメなんか代理もしかしやったら。ミスは代理に任せないとダメ？おお、でも前が来た。3枚か。それではね、開けていきます。あんまこういうね、小芝居やってる、小芝居って言っちゃダメだやってると尺ばっか伸びてね、なんかあれですね。あと30連か。ちょっと代理に頼もう。約束にはやよ。おう、土よ。ポカポカの天気が気持ちいいです。日向ぼっこでもするかにゃ。俺の胸を触られても別に何もないですよ。いやでもカチカチのね、胸いかないと。鍛えてるからカチカチだろ。安らぎを男の胸に求めるのは酷です。いやもう求めるしかないやんね。いやでもまあ目光らんな、なかなか。あと軍もなかなか来ないしね。いやーでもツッチー、海原くんやってくれるよ、信じてるよ。もうどうしようもなかった代理だな。うわー、3枚か。いやーホッサン引けねーうわあ。よう、元気してるか。こんなもんなんか。世間に溶け込む我らの性質上、服や音楽の流行なんかもチェックしているのよ。しているのよ。チェックしているのよ。よし。いやー、代理はね、今2の2だからね。3回目も決めてくれ。まあ立ち上がり悪いっすね。さっきただまあ銀から発展しね、2枚抜いたからな。おお、マイカ連れてきた。おお、金4枚か。ただな、今回1回も金から発展ねえんだよな、信用ならんな。それではね、開けていきます。こんなひどいのか。虹全然ないっすね、ほんと。ケースなんかいつも通りな気がする。いやー、もう男パワーもダメそうだな。いやー、どうしよう。面白い展開になるといいのですが。なんだと？約束には約束をが心情でしてね、うん、多少は頑張らないといけませんね。お、やる気出したか。なら信じるよ。それではね、あのラスト引いていきたいと思います。まあこれでね、一応天井を到達するんで、まあ出なかったらね、ハマヅラかなと思ってます。でまあハマヅラ引けたら一通さんかな。うん、まあ、浜沢のね、洗剤見て、そっちね、4にします。それではね、行きます。あ、待ってよ、ソフィンクス。嘘だ。お、ほら、お、あら、わ
うっそだ最後。マジ？もうちょっとね、バトルの星さん、おお！海原くんが最後決めた。諦めムードだったよ。最後ヒゲ出た。ここでまあ浜面2枚抜きしたらね、まあね、最高ですね。それではね、開けていきます。いけっかな。お、来た。おめえかよランシズ。ちょっとびっくりしたじゃないか。はい、それではね、続けて開けていきます。いやー、バトルキャラ欲しいな。お、また来た。え、嘘、収束した。援護射撃、行くわよ。ちょっと新たなる日陰多いよ。グリロープ、うわー、これフローリス来るんじゃねえ、マジで。はあ、こことかいそうだよな、三角形でね。うん、あー、来ないか。金庫、いやー、神引きしてんだけどな、そこじゃないんだよな。はい、それではね、最後フェス確定してますね。まあ、ここ浜面か一通さん引ければね、もう言うことないですね。それではね、引いていきます。そうだね、俺もずっと一緒にいた。やったこれでまあ星5ね、黒かけらとかね、使えば全然できるんでいいんじゃないかな。うん、まあ浜面は出ませんでしたが、一通さんね、3枚か。あと星さんで言うと何枚引いた。黒子、アニエーゼ、この2人か。あ、あとミサカワースも引いたな。3、3、3、3、3、1か、7体か。まあ良くも悪くもない結果ですかね。はい、まあそれでは、まあ浜面引けなかったんでゲットしてあげましょう。助ける方法が手の中にある、それだけで十分だ。まあこれで一応全部ね、キャラ自体は入手できました。でどうだったかな、浜面の洗剤に、なんだっけな、今日動画出しといて忘れてるって。あー、攻撃力アップか、欲しいな。ちょっとこれ入れるだけでね、500近く上がるからな。うん、まあこれは、このね、1日1回のね、優勝ガチャでね、追っていきたいと思います。はい、というところで、今回のね、動画は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。